もしかして売田さんですか。お前、はい、ニュースご苦労さん。あ、どうもどうも、こんばんは。すごいですね、この英字新聞読んで。え、あ、まあ、トレーニングだよ。あ、お前のコーヒーも頼むから。今実はお前が来るのはもう分かってたから。はい、お前の歩く速度も。あ、そんぐらい分かるんだろうって。あ、だから英字新聞で。え、あ、穴が開いてるんですね、ここに。すごいですね。あ、かっこいいですね、これ。ああ、ちゃんとお前こういうので修正身につけんだよ。今お前が向こうからあれアホみたいな顔されてるけどねえっすよ。でもなんかあの、日本人の英字新聞見て余計目立つような。お前よ、なあ、はい、お前と違ってマルスの新聞と違えからなあ、お前どうしてあんなの読んでんだろっていうのもな、あの、逆に今観光のあれが多いから、外国人観光客が。なるほどなるほど。一見俺なんかこうやって顔を隠れても何人か分かんねえだろって。あ、確かに確かに。だけどこれがな、朝日だの産経だの毎日読めるってなってくると、星も丸太も気使っちゃうだろって。気使う、うん、もしかして俺見られてんじゃないかって。あ、同じナショナリズムで、はい、同じ日本国のやつに見られてんじゃないかって。でも、ま、外人だったら気にならないもんなんだよ、相手も。あ、そうなんですね。いろんなそういうテクニックがあるんだよ。あ、そうですか、勉強になりました。まあ、お前見る目的でやってたんじゃねえかな。あ、さっきあの怪しいあのピンクの車丸太だよ。あの丸太ってどういう意味なんですか、すいません。だから我々の捜査対象者だよ。あ、わかりました。これ対象車両さ、こっちにあったんだよ。はい。で、今ちょっとこっちに移動したのがピンクだな。あ、善良な守護神の車にしか見えないんですけども。全然わかってないよ。全然わかってない。あ、すごいですね。でもこう穴も開けてらっしゃってね。いや、いろんなあれがあるんだよ。あ、いろんなテクニックが。お前と違ってアホみたいにこんなとこでただでお前コーヒー飲んで割れてるわけじゃねえから。な、いろんな収集するんだよ、これはね。わかりました。お前トレーニングしてないの？あ、俺は日々こういうな張り込みがないから、まあ、後で教えるけど、はい、尾行なんかもやるから。あ、プロファイルでただ推理だけしてたのよ。はい。な、そいつは頭で考えて何もしないやつになっちまうじゃねえか。はい。俺はちゃんと体でやるから、こうやって実践的にな。わかりました。ご教示ください。うん。で、お前どうなんだよ、トレーニング。トレーニングってあの、あ、この尾行とかそっち系のですか。まあ、そっちはこれが俺が教えてるから。今できたらお前、俺も疑っちゃうよ、お前の人格を。だからお前、今まで何やってたんだって。あ、筋トレの話ですか。あ、筋トレではなく、まあ、いろいろだよ。あ、なんか鍛錬みたいなことして。ああ、してますしてます。自分を磨いたり。自分を磨いたり。あ、してます。何やってるの。いろいろだから、そのあの、例えばあのダンベルフライのこの新しい正しいフォームとか、そういう YouTube とかで見てます。お前まだダンベルフライやってんの。だ、あれからもう一月ぐらい経ってまだダンベルフライやってんの。 あれはもう初心者向けのメニューなんですか。大胸筋だけ鍛えてどうするの。筋トレだけしてもダメだから。あ、そうしました。ちゃんと走ったり柔軟性だったりよ、はい、いろんな逮捕術とかもあるから。話になるんだよ、はい、あ、でもニット帽かぶるとこれはこれでまたちょっといぶし気になりますね。うん、面が割れたくない時俺大体こうやってるから。あ、ちょっと穴が大きすぎるような。まあ、ちっちゃかったらお前ここで近づけなきゃいけないじゃない。この穴にまで大体お前丸太が気づくかって。大体丸太車だから車の中がそこまで見えねえだろう。わかりました。こんなのも当たり前のテクニックだから、はい、初級だから。あ、ビギナーだ。いろいろ教えてください。うん、っていうのも今日ここに呼んだのはよ、はい、あの、まあ、近くに100均があるんだよ。はい、100均な、みんな大好きな100均だよ。ええ、あの、金がなくても、はい、こういう星を追ったりするのに欠かせないアイテムっていうのは手に入るから。はい。普段お前100均で何買うの。付箋とか、あのしおりとか、ハンコのあの手肉とかそういうの買ってます。聞いて損したよ。本当にお前つまんねえやつ。あ、古田さんはどういったもの買われるんですか。まあ、だから俺は星に関する丸太と俺に関するものだけだよ。そんなもの売ってましたっけ、あそこに。何でもあるよ。あ、今日はだから一応そういう国際テロリストだったりそういうやつ何かあった時のための、はい、何か、あの、まあ、お前をテストするわ。どんなものをお前が選ぶか一例でしょ。はい。俺なんかもう腰痛であれしてんだけど今日トレーニングだよ。
あ、腰痛なんですか、うん、ちょっとやっちゃったらいいですよ。でも森田さん、ちょっとこう黒いニット帽をかぶるとこう完全窃盗団のこの一員みたいになりますね。しかもマスク話がちげえじゃねえなあ、お前ちゃんと調べとけよ。今日やってないじゃないですか。明らかに閉まってんじゃねえ。まあいいんだよ、当初の予定なんてのは大体変わるからな。はい、あの星たちだってお前なんか山を起こす前に予定って変わったりするから、はい、その時に失脚するのかな、新しい他のことに時間を使うのか。あ、俺は優秀な方だから、もうここが無理で分かったらすぐ違うことやるから。承知しました。あのな、一見怪しいと思うやつってのは、まあ、大抵綺麗だから。あ、そういうもんなんですか、うん、俺なんかこんなあの外国の銀行コートみたいな格好してても、はい、真っ白だろっていう。あんな普通に見えるよ、お前みたいなやつが結構多いんだよ。まあ、お前の直感でちょっとこいつ怪しいぞって思うのがいたり、この車怪しいって、うん、そうなのがいたらちょっと言えよ。はい、わかりました。あの人結構怪しいんじゃないですか。どこ怪しい？お前のその空気を言ってる。ああのシャツがあのちょっとはみ出してて、うん、まあ、あれが金とか持ってそうなの。いやだから持ってないからこそいろんな人狙ってんじゃないかなって。お前そんなチンケな山はいいんだよ。その国際テロリストのメンバーかとかそういうこと言ってんの。そんな人がうろちょろしてるんですかこの辺。お前の言ってるレベルはいつも空き巣とかそんなもんだよなあ。そんなのはお前日本の警察が探しゃいいんだよ、アホみたいな顔して。そんな国際テロリストがうろちょろしてるんですかこの辺。いやありえるっつうの。ちょっと取っとけよ。いろんなのがいるんだよお前ここは。はい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 、わかりました。ちょっと研ぎ澄ましてみます。天下の新宿だぞ。はいはい、日本最大の犯罪シティだから。どうなんダンベルフライは。怖いです。そんなことだけやってても話になんねえ。肩が張り裂けそうで怖いです。あの広げた時にミシミシってなって。でだからちゃんと続けてるの。どうなの。あ、続けてます。嘘くせえな。半年ぐらいしたらボディチェックするからなあ、ちゃんと前海パンで来いよなあ、なあちゃんとやってれば夏は脱げるぐらいになってるはずだから。それと前たるんでたら本当にシャルナーなんぞなあ、はい、俺の腰になるか。いや100度でもいいわ。俺100が好きなの。お前だったらこの中で何言うの。このゴム手袋、ニトリ高等手袋なんかどうですか。うん、あ3点だな。あ、うん、どれが一番言う。処分に困るだろうって言うの。焼けねえから。焼いた時にゴムの部分が臭くなっちゃうから、うん、となるとやはりこの一番保守的な軍手ですかね、うん、まあ、この軍手を二重に巻くのが一番。あれでした、まあ、素人はあとこういうの言ったら何ですかそれ。こんなもん口の指にも立たねえから子供のおもちゃみたいな。あ、こんなもんで戦えるかっつう。あ、ダメですかこれだ。もう子供騙しだ。じゃあむしろこっちのワイヤーとかの方が。ワイヤーって何。ユニクロ線、あの足を引っ掛けたりとかできるじゃないですか、この走ってるところ。なあ、まあ、必殺仕事人じゃねえんだよ、ね、なあ、うん、なあ必殺仕事人じゃねえ。まあ星が大体使うね、結束バンド。あ、こんなもの持ってるんですね。ああ埋めたり縛ったり、うん、まあ、まあ、いろんなもん隠せるしよ、金だって。まあ、筆跡残すような真似は今でさらしないよ。
腰がなんか手にしそうなもん。お前だったらどうですか。やはりこの使い捨ての手袋ないしは、この辺じゃないですか。このコルク抜きとか、あ、これ使わないか。あ、これじゃないですか、スプレー。あとで大変じゃないか、ガス抜きの時に。というのがやっぱ危ないですか、この中ですと。まあこんなこの中にあるわけでしょ、はい、あ、そんな意地悪なクイズ出さないでくださいよ。なあ、はい、こんなとこ主婦主婦しかいかんわ。これ液体が入ってるのも危ないよ。この科学に詳しいやつがいろんなもの作ったりするから。はい、こんなのとかもあの虫とか殺せちゃう、危ないの入ってるから。はい、本当は卓球だったんだけど、卓球の人が訓練にならんだ。おっとっとっと、あ、本当にヤバい車いましたね。本当の丸太。本当にヤバい車です。まあ何度も言うけど、はい、明らかにそうだっていう人らはあそこでじゃあ悪いことしてください、しないだろうって。ああ、しないしない。なるほど。あれですね、日本はちょっとマスクしてる人が多すぎますね。あ、まあ、もうちょっとすれば、はい、マルタイが来るから、はい、マルタイ、疑似マルタイな、疑似マルタイをちょっと尾行する。はいはい。